機動戦士、ガンダムシード・アストレイシリーズ、機動戦士、ガンダムシード・ディスティニー・アストレイ、機動戦士、ガンダムシード・ディスティニー・アストレイは、アニメ、機動戦士、ガンダムシード・ディスティニーの各種媒体で掲載された、公式外伝である。機動戦士、ガンダムシード・アストレイシリーズの第3作であり、機動戦士、ガンダムシード・アストレイと同様に、 漫画と小説の複数の媒体で展開された。漫画版はときた、こう一作のもの。小説版は、ザスニーカーで連載されたものと、電撃ホビーマガジンで連載されジオラマを組み合わせた、ものの2作品。合計3作品が展開された。アニメ、機動戦士、ガンダムシードディスティニー放映時は、シード最終話後から、ディスティニー開始以前の空白の2年間を舞台とした。 エピソードが語られた。ディスティニーサンクール目前後から、アーモリー1でのセカンドステージシリーズ開発と合奪ブレイク・ザ・ワールド・ホアタリまでで、一族と呼ばれる組織と対峙するエピソードが語られている。漫画版の前半では、ガンダムシード MSV の登場人物が、メインキャラとして登場している。フォトジャーナリストのジェスリブルはある出来事から MS を借り、 戦場を MS と同じ視点で取材する様になった。CE71 年10月、ジェスはジャンクヤギルドのジェネスアルファーをめぐる事件で、ロー、ギュールから MS、アストレイアウトフレームを譲り受ける。ジェスはフリーの MS パイロットのカイト・マディガンと共に、真実を取るために世界を駆け巡る。 ISBN 978から40億4713万7080 ISBN 978から40億4713万7325 ISBN 978から40億4713万7882 ISBN978 から40億4713万 8087ISBN978 から40億4120万 9172ISBN978 から40億4120万9189 ISBN978 から40億4120万 9851ISBN978 から40億4120万 9868ISBN978 から40億4429万 7039ISBN978 から40億4471万7 0 2 5九一巻 スペシャルスクープ01切り先エドはアストレイリーマスターエディション3巻に収録されたため未収録。続編デルタアストレイリーマスターエディション観光と同時期に展開されたディスティニーアストレイ R ディスティニーアストレイ B についても千葉智もによるショートストーリーインターミッションで補足されている。ありがとうございます。